江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら経済の話題です。機関投資家が韓国株式市場を痛烈に批判していると。コスピ6000超えなきゃ低評価という言葉すら恥ずかしいということでね。で、日本はっつってるんですけども、それではですね、記事の方見ていきましょう。ぐーちゃんお願いします。機関投資家たちは渓谷市場に対する評価は終わったと述べ、渓谷の資本市場を厳しく批判した。専門家たちは国内の株主の権利が十分に保障されていない状況で、政府のバリューアップ政策が株主よりも企業価値の保護に重点を置いていると指摘した。金融監督院は12日、国民年金公団や渓谷取引所と資本市場の先進化に向けた公開討論を開催した。この討論には、イ・ボクヒョン金融監督委員長、キム・テヒョン年金公団理事長、キム・ギギョン取引所副理事長をはじめ、オランダ年金基金、APG、国民年金公団、フラッグシスキャピタルなどの機関投資家や、大経商工会議所、新阪金融持ち株会社などの企業、及び関連団体の関係者が出席した。APG 専務のパク・ユギョン氏は、渓谷市場は低評価というのも恥ずかしく、資本市場での評価は終わったと言えるとし、渓谷は国内総生産 GDP が30年間で7倍成長したが、コスピーは3倍しか成長していないと述べた。さらに、もし渓谷の GDP 成長に伴ってコスピーも成長していれば、指数は6000を超えていたはずだ。日本は GDP と指数が 3.5 倍でほぼ同じように成長していると付け加えた。パク専務はこれを解決するためには、何よりも株主の権利を保障する法的な装置を整備することが重要だと強調した。彼は経営権という言葉自体を市場からなくさなければならない。ただ一権利を持つ存在は株主だと述べた。アマル・ギル ACGA アジア企業統治協会事務総長も、義務公開買い付け制度の推進など株主権利強化のための立法が遅々として進んでいないと指摘した。国民年金公団のイゴン・ソプジダク社責任室長は、国民年金が参加する株主総会の約200件が3月の特定週に集中していると述べ、わざとそうしているようだ。私たちは何度も分散して開催してほしいと要請しているが、企業側は反応がなかったり無視したりしていると批判した。さらに経営陣の報酬を企業価値の改善に連動させ、社外取締役が積極的にバリューアップに関連する意見を提起すべきだと強調した。少額株主プラットフォームカンドイットの李三国代表は、一生懸命やって失敗した企業ではなく、最初から破綻を企んでいた勢力が多いと述べ、背任横領を犯した大株主に対する議決権制限措置が全くないと批判した。政府が推進しているバリューアップ政策の方向性が誤っているという指摘も出た。京北大学法学専門大学院の伊三文教授は、バリューアップの焦点が政府が相続税を減らし、総帥の税金を減らすことだけに誤って合わせられており、共感力が欠けていると批判した。彼は取締役の忠実義務の対象に株主を含めることがバリューアップの核心であると強調した。はい、という話題でした。今コスピいくつ?6000 ってかありえないだろ。随分ちょっと現実離れした話ですけどね。それではですね、こちらに対して韓国の反応いってみましょう。さすがに6000はないだろう。はい、1人目。株式分割で国民年金に裏切りを与えるような後進的な市場に対しては適切な評価だ。246-1。そうだな、国民全員が貧しい。国民全員に25万ウォンもらって何になるんだ。財政も良くないのに、少なくともコスピーを4000から5000まで上げればみんなが豊かに暮らせるのに。136-18。そもそもコスダクとコスピーの3分の2が遊び場なのに誰が投資する。投資した人が愚かになる市場だ。70-0。今回の討論は何かしっかりやったね。渓谷社会では実現することはないだろうけど。66-1。そっか、じゃあさ、アメリカとかだと、アメリカの人たちの老後って、例えばなんかキャピタルゲインで、こうなんか株式の収益とか配当金で暮らしていくっていうじゃないですか。韓国で、韓国の株をとか投資信託とか投資しても、資産形成できないってことだね。大企業の成果配当を株主に渡すべきなのに、役員や従業員にばかり集中している。24-0。
その背景には過剰な相続税問題が根深く関わっている。190。そうだね。相続税をから免れるというか、相続税をなるべく低く抑えたいから、こう企業家が株価を上げたくないんだよね。国会の多数党が1400万人の株主には興味がなく、ひたすらキム・ゴン取得権法にばかりこだわっているからこうなる。24.7。資本市場の花は証券市場だ。国の繁栄と成長の象徴でもある。今日の先進国の資本市場、証券市場は国富資産のバロメーターだ。企業成長が資本市場の成績表にならなければならないのに、K国の証券市場は後進国の証券市場よりも劣っていて、低評価というよりも惨めで仕方がない。資本市場で完全に阻害され無視されている。証券市場を投機として見る国内資本市場の形態を正せなければ、いつまでも同じ場所で上がったり下がったりを繰り返すしかない。投資の概念から、証券市場の主役は企業であることを認識すべきだ。企業はもちろん、投資したすべての主体が共に成長できる資本市場、証券市場であるべきだ。14.1。まだ K国証券に投資する愚か者がいるのか。業績発表後、業績が良くても下落し、悪くても下落。勢力の投機上だ。価値に対しての投資なんて何の意味もない。12.0。K国市場は株式会社という仮面をかぶった悪徳個人企業だと言うべきだ。11.0。外国税と結託して国民を騙しているのが機関税じゃなかったか。11.0。政権癒着によって証券市場も困難を経験しているんだな。10.0。K国の証券市場は専門かぶった詐欺師が高利貸しと年金基金機関と共犯関係にあることが一番の問題だ。業績が最終目標なのに成長性というバブルで詐欺行為が横行している。赤字で資本が沈んで倒産確率が 80% に達する。日電池、ロボット、バイオは連続倒産の可能性が急上昇中だ。上場廃止が間近な銘柄を詐欺師が推薦して詐欺を働いてきたことは BBR、EPS、BPS を見ればすぐわかる。詐欺師を越すのが最優先だ。 YouTuber、証券放送、リーディングルーム、SNS のグループチャットは詐欺師の確率 99.9% だ。90。純真な個人を騙すな。個人は国内市場での取引を禁止しろ。賭博場は賭博者同士でやれ。個人を誘惑するな。90。もう純真な人どこにいるんだろうね。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。株をやる人に純真な人はいるのか分かんないけど、まあ機関投資家は撤退の一択やるな、わら。日本は8000円時代もあったけど、だからなぜそこで各違いの特定の国を出す、わら。また日本と比べる、いい加減自国の価値を見つめないよ、終わってるんだよ。日本の市場を見てなんか変わるのか、一括弧笑い見るだけ後悔するだろにって。後悔って知らないか、ギャグ切れだったね。その7倍ってのも無理に数字上げるようなことして企業の首絞めたっていう。資本市場が終わったなら共産市場にどうぞ。お江戸の頃から先物やってた日本と比べられても、わら。国民年金も株にぶつけて散ったから保証しろって。年金は本来かけた人が全員もらえないシステムなんだけど、どれだけシステムを壊したらそうなるのか。国民全員に渡すお金は国民の税金なんだよ、かっこ笑い、わかってる。だから株式はギャンブルじゃないんだってしっかり国民に教えないとあかんちゃうの。そもそも株主が儲からない新規事業は子会社で、親会社の成長はない。大体半分はお亡くなりになることで、保険事故になる前にもらえない人の犠牲によって成り立つのが年金保険のシステムであって、それが維持できないから破綻するんだよ。ボスピ2575。信用状がなければ紙幣すら紙くずなんですよ。ハゲタカに吸われてるだけで結託はしてないと思うよ。投資してくれるやっこがいないから、財界が海外の機関投資家に泣きついた結果これなんじゃね。ダメだし、また常温超伝導で決まったからって発表すればええやん、わら。単なる運用が下手くそなだけ、恩防衛に使っていいもんじゃないんだよ。本来は長期投資に使うことで運用益を稼ぐものなんだけど、かっこ笑い。誘惑するなというか、知識がなく飛びつく人は止めたところで飛びつくから無理や。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。